皆さんこんにちは。ステータスが初期値になっても全くデメリットがないと思うメイドのリコです。というか高ステータスになったんだからもうブリードはいらないと思います。暴食のベルセルクさんは前回は魂を摂取していなかったせいでギガブーストなる暴走状態に突入しましたが解消しました。あんまり緊張感はないですよね。近くに大量に魔物がいるし外壁のかなり近くにね。よく街は安全ですね。防衛にかなり力を入れているのかしら。聖騎士様たちがきっと頑張ってるんだろうな。そんな聖騎士様の活躍を見ていきましょうか。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは、ボーベル3話のあらすじはこちらです。三つ編み平民衣装で町へこっそりお忍び視察するロキシーに半ば強制的に連行された。聖騎士様に目をつけられて恋人のふりをしたり、最近ゴブリンを狩りまくるはぐれ魔物かっこ主人公について調査したり、武人たちにバレてしまったけど、ワイワイ楽しく過ごしたり、ウィンドウショッピングなどをしていくのだった。という感じです。ロキシーについてですが、三つ編みにしたくらいで変装できるものですかね。どれだけ聖騎士衣装しか見られていないのか。人望厚いようですから、平民の格好をしていたとしても、肌や髪の綺麗さを見て一般人ではないことくらいはわかると思いますけれど、同じ聖騎士様ですら気づかないなんて、変装能力が高いですね。あ、変装で言えば、主人公はこれから認識阻害効果のあるこの仮面をかぶって活動をするみたいです。主人公がバッサバッサと討伐証明部位も取らずゴブリンを討伐していたのが武人の間で強い魔物がいるんじゃないかと噂になってしまいました。その魔物と同時にゴブリンキングの討伐証明部位を孤児院へ送った強くて優しい武人も噂になっていました。武人はともかく強い魔物がいるはずということで聖騎士が討伐に動くことになってしまったわけです。たったそれだけのことで、魔物の姿も確認していない不確定情報なのに、と思わなくもないですが、そうなっちゃいました。もちろん、魔物も武人もどちらも主人公のことなので、ロキシー様にバレたら討伐されちゃう。見つからないようこっそり魂パクパクしたいな。認識阻害の仮面。という流れですが、合ってるよねこれで、何にも解決してないよね。あ、この仮面をかぶりながら、白昼堂々ゴブリン狩りをして耳を切らないで放置している姿を見せるってことなのかしら？それを見た武人たちは、なんだ人だったのか、なら安心だね。ってなるかな？旗から見たら、真っ黒で仮面かぶってるめっちゃ強い人間が黙々とただゴブリンを狩り続けているわけでしょ？それはそれで正体不明で得体が知れなさすぎて怖くない？ただただ強いものを求めて戦っているだけの戦闘狂にしてはゴブリンを相手にしすぎでおかしいしさ。実は噂になっていた強い武人が魔物の正体だったんだ、に結びつけようとしても無理やりすぎると思うよ。でも、ロキシーが三つ編みにして平民の服装をするだけで誰かわからなくなるくらいだから信じちゃうかもね。そのロキシーが変装してお忍びで街を視察するお話ですが、聖騎士が市民から恐れられる存在になって悲しい、っていう、ロキシーと他の聖騎士様との比較は良いとは思います。ロキシー自体は住民を思う聖騎士様って感じで結構いいかな。ただ主人公よ。ロキシーといる時でさえ剣と話しすぎでスルースキルなさすぎ、いい加減慣れなさいよ。あと展開の邪魔になるから描写しないんだろうけど、触られたら即独身スキル発動しなさいよ。都合のいい時だけ発動するのは違うでしょ？触れるきっかけとなったのが、盛大な腹鳴りを聖騎士様に気づかれ、目をつけられてしまった際にバカップルのふりをして難を逃れるってことをしたんですよ。演技が下手くそで恥ずかしがりながら恋人をしているのは可愛いけれども絶対バレるよね。それに触った瞬間に、恥ずかしがっているロキシーの心情を描写しないのはダメですね。どんな羞恥心で演技してるのかを見せなきゃ可愛さが従前に伝わらないじゃん。そしてしゃがんでいる主人公が、恋人のふりっていうセリフがロキシーの耳に入ったからしたわけですが、近くにいる聖騎士様も聞こえてるよねっていう。そんな状態で恋人のふりをしても意味がないし、演技臭さがにじみ出ているしでバカにしていると思われるんじゃない？
かみんなおおらかというか抜けているというか。そして最後に、聖騎士たちは強い強いと言われていますが、どれだけ強いのか全くわからないのよね。ステータス表記と鑑定というなろうご定番システムがあるんだからどれくらいの強さか示せばいいのに。本当に強いの？主人公勝てないの？そこが不親切に思いました。ロキシーは岩を握力で割れるので、強いことは強いんでしょうけれど、それくらいしか強さのパラメーターがないのよ。実際に戦ってみて、あれ、強いと思ってたのにこの程度、みたいなマウントを取るために温存しているのかな？聖騎士様たちの強さは今後どのように表現されるのか気になるところです。今回の動画はいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。